皆さんこんばんは、 NMB48 の池穂香です。この間5月2日3日と NMB48 がオリックス劇場でライブをしたのですが、その3日がリクエストアワーだったのですが、そのお昼の1曲目から8期生だけで1週間全部が月曜日ならいいのにを歌わせてもらって、そして夜の部ではなんと1位をスワンボートが取らせていただきました。本当に投票してくださった皆さんありがとうございました。そうね、ずっと緊張してて、裏でね順位が発表されていくんですけど、もう緊張でみんなギュッて集まって、みんな腕を持って固まってね、何の曲がどの順位になるかずっとずっと不安で、でも1位ってなった瞬間みんな嬉しくて泣いてました。投票してくださった皆さん本当にありがとうございました。それでは本日もジャンレディ月よろしくお願いします。後日3人で遊びに行く約束をしました。 NMB48 のジャングルレディオ月曜日。改めまして皆さんこんばんは、 NMB48 のジャングルレディオ月曜日、NMB48 チーム B2 研究生の池穂香です。このジャングルレディオは月曜日と木曜日は私たち NMB48 のメンバーが、火曜日はつぼみ大革命さんが、そして水曜日と金曜日は騒音プロジェクトさんがパーソナリティを担当しています。そしてこの番組は ISFM プラプラからパソコンスマートフォンで簡単に聞けますよ。アプリから直接メッセージが送れたり、便利な番組予約もできます。番組の公式ツイッターもありますので、アットマーク JRO-SFM で検索してフォローもしてください。詳しくはインターネットでジャンレディと検索してご確認ください。さて月曜日は毎回2人のメンバーをゲストに呼んでいるのですが、今回来てくれたのはこの2人です。西にやってきた元気いっぱいのヒロイン、その名も西ゆま。見たことのないステージへ一緒に行ってくれますか。はーい。千葉県出身、高校3年生、17歳、西ゆまこと西ゆまです。よろしくお願いします。炎のように熱いホノピー、あなたのハートに立候補ホノピーします。奈良県出身、18歳、ホノピーこと西田ほのかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうですか、初めてのラジオですか。はい、はい、すごく緊張して、はい、西ゆまはもう来る時から緊張してるって言ってました。そうなんですか、はい、もうめっちゃ、でもすごくやりたかったお仕事なので、うん、今日は楽しんでいけたらなって思ってます、ぜひ楽しんでいきましょう。ホノピーはどうですか。そうですね、ちょっと私は滑舌があんまり良くないのでそこも心配しているんですけど大丈夫、自分も悪い本当にそう噛んじゃうし、まず NMB48 がもう言いにくいっていう、めっちゃわかりますよねなんか NMB の NM がもうすでに言いにくいそう、それがちょっと心配です、そこが一番なんとかやりますよかったです心強い、はい、お願いします。お願いします。普通歌もいただいてまして、埼玉県にお住まいのラジオネームゆきなさんからいただきました。ほのちゃん、西ゆまちゃん、ほのぴーこんばんは。ダジャレが特技のほのぴーは以前 MC の担当の MC 担当の先輩メンバーたちの名前を使ったダジャレを披露しました、はい、そこでラジオ初登場を記念して、ほのちゃんと西ゆまちゃんの名前を使った渾身のダジャレをぜひお願いします。おお、無茶ぶり、無茶ぶりですね、いきなり。ゆま、なんかほのさんはあれじゃないですか、うん、このぼの、うん、よく使ってありますよね、うん、それしか使わない、それ流れじゃないですか流れなんかな使いまくってるねそれはもうほのさんのダジャレです。あー、やった、もう自分が作られてるんでちょっとでもほのかって私も自分で考えるんですけど、うん、難しくて、難いよね、このぼのが一番いいですよ ね、ボロいいしゆまはちょっと難しすぎ、難しいよな、うん、ゆま難しいからちょっと解明してほしいかも解明させます。ゆま、うん、9期生で私自信作があって、誰のやつ、西島リオちゃん、あ、うん、西島リオちゃんのダジャレなんですけど、西島リオ、マリオやんっていう、おめっちゃ微妙な
でもこれがそのめっちゃ好評やって、うん、リオピが今リオピってあだ名なんですけど、うん、ファンの方からマリオちゃんって呼ばれてるっていう、そうなの、それぐらい浸透しててちょっと私誇らしいです。ちょっとそこは名付け親やな、はい、そうなんですよ。今はちょっと難しいな、うん、西はいけそうじゃん。でも西はいけそうだな。西からやってきたとかな。西からやってきた西。じゃあエンディングまでにを入ったら頑張ります。待ちたい、頑張って考えてください。ではということで今回はこの2人を迎えてお送りしていきます。まずはこのコーナーから参りましょう。教えて NMB48。 ここからは私たちのことをもっと知ってもらおうということでリスナーの皆さんからいただいた質問に答えていこうと思います、はい、それでは順番にめくっていきましょう。教えて。兵庫県にお住まいのラジオネームたしたしさんからいただきました。ほのちゃんが仲良くなりたい9期生、西馬ちゃん、ほのぴーちゃんが仲良くなりたい8期生は誰ですか？おー、なるほど。私9期生全員と仲良くなりたいですよ。嬉しいね。嬉しい。なんか年齢がさ、下の子いっぱいやから妹がたくさんできた気分、はい、そうですね。だから9期生はね、うん、コミュ力が意外と高い子が多いんで、話しかけてもらえたらすごい大喜びで、もう1個言われたら100返すと思います。あまりちょっとコミュ力なさすぎるから話しかけるまでに勇気がねいるんですけど、ぜひぜひちょっと話してみたいなと思います。あります、西馬ちゃんとほのぴーは。私やっぱりほのさんと仲良くなりたいなと思って。やったね。はい。でもこの前ご飯行こうって誘った、軽く誘っちゃったんですね。そうなんですか。そう。ちょっと実はちょっとずつ進展してて、うん、進展、はい、カップルみたいな言い方。実はね、連絡先交換してる。そうなんですか。はい、そうなんです。実は知らんかった。このラジオ決まった時も連絡来れて、私もしたらよかって言ってよ。でも一緒に帰ったくない？そうなんです、一回一緒に帰って。そうだね、一緒にも帰っててめっちゃ喋りましたよね。喋、ね、って息つくまで。ほなぴーは誰と仲良くなりたいとか。私は田中幸乃さん仲良くなりたくて、結構喋らせてもらうんですけど、うん、そのやっぱダンスも上手なんで、その秘訣を聞きたいなっていう、うん。でほのぴーも上手くない？いやいやいや、そんなことないんですよ、本当に。いや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 、でもゆきのもね、上手いから、はい、なんか気合いそうやなってずっと思った。そうなんですか、うん、なんか教える、そのリハ期間、ライブの時にすごい教えてもらってて、よく9期生が、うん、で教え方がすごい上手やし、うん、すごい話しかけやすくて、うん、もっと仲良くなりたいなって思ってます。わかるわかる。ぜひもっとね、仲良くなってもらって、はい、これから、はい、どっか遊びにもね行きたいです。行けたらいいよねって思う。じゃあ次お願いします。はい、東京都ラジオネームゆうさんからいただきました。ほの、西馬、ほのぴー、こんばんは。こんばんは。先日渋谷渚さんのなぎチャンネルに9期生のほのぴーが出演しました。その動画内で8期生のオーディションを受けていて、最終選考まで残っていたことを告白していましたが、ほのとほのぴーはその頃から面識があったのでしょうか。同じ名前で共に奈良県出身など共通点も多そうなのですが、2人のエピソードなどがあれば教えてください。なければ今日をきっかけにぜひ仲良くなってください。バリバリありましたよね。ありましたね。普通にありましたね。そう、普通にあったんよ。なんかオーディションのセレクションもさ、 A と B グループに分かれるんですけど、はいはいはい、同じ B グループ。そうなんですよ。そうなんです。そう、それも一緒やったし、なんならずっと、うわ、愛されるべちやと思って、恥ずかしい。そう、すごい。その時も一回一緒に帰りましたよね、オーディション来たもん。意外な。一緒に帰ってた。はい。そうね。しかも、あれよね、最終オーディション、はいはいはい、セレクションの最終オーディションも、ほのぴー、自分、光るって受けてました。そうなんです、ね。だから私が、その8期生さんの密着に結構映ってるっていう。そう、映ってる。出ますよね、あのポニーテールの。めっちゃバリバリ映ってて、ちょっと恥ずかしいな。全然ね、その時から結構面識あったから、はい、結構そのセレクションが B グループやった8期生さんとは結構喋ってた気がします、うんうん、確かに。弥生と、そうですね、あと坂田さんとかも。あ、坂田さんか、はい、B やった。あとさくちゃん。あ、そうですね、さくちゃんずっと端っこにいひんかった。いました。やんな。そうそうやね。
そのめっちゃ固まっちゃってる。なんかちょっと裏話聞けて嬉しいなと思って。そう。だからバリバリ面識あったし、はい、一緒にも帰ってました。そうですよ。すごい。だから嬉しかったです。買った時、あ、うん、あーってなってました。でもこれの話していいんかなってずっと思ってて。してほしかったです。逆に気まずくないですか。なんかしていいか分からんかったから。なんか触れたらあかんと思われてるかなとかちょっと思ってちょっと気まずくなどうしようと思って喋りたいけど喋っていいか分からんかったから。嬉しいです。ここで告白できて、はい。覚えてもらってたのが嬉しいです。やっぱり覚えてます。はい。よかった、なんか。じゃあ次、ゆまちゃん。はい、教えて。京都府にお住まいのラジオネームまなみさんからの投稿です。ほのちゃん、西山ちゃん、ほのぴー、こんばんは。こんばんは。今回ゲストのほのぴーは、ほのちゃんとお名前が一緒という共通点がありますが、それぞれこのメンバーとここが共通点で嬉しかった等のエピソードはありますか？あります。あ、私実はあるんですよ。8期生のあやぴょんさんと誕生日が一緒で、うん、しかも好きな食べ物も一緒なんですよ。すごい。ラーメンで。ラーメンか、はい、そうやな、はい、いつかラーメン一緒に行けたりとか、お誕生日一緒にお祝いできたらなっていうのをちょっと考えてます。全然あの子誘ったら全然行ってくれますよ。そうですね。なんかそう、暇してるから遊びに行こうって誘われたから全然行ける。え、ちょっと今度誘ってみます。多分いつでも誘ったらいつでも行ってくれると思う。もうすごい。そう、すごい。意外とな、この日空いてるって聞いたら空いてるって帰ってくることが。おお、誘いやん。そう、誘いやすいのでぜひぜひ誘ってみてください。誘ってみます。ほのぴーはあります？私はじゃあ誕生日つながりで、みかなさんと一日違いです。おお、一日違いなだけなんですけど。ちょっと惜しいな。惜しい。そうなんですよ。でも奈良県出身なんで、ほのさんとその共通点、しかも名前も一緒やし、共通点ですよね。これが一番でかいですよね。めっちゃでかい。あのさ、これここでまたオーディションの話になっちゃうんですけど、はい、二次審査の合格通知って紙で来ますよね。その通知の漢字が、私西田ほのかちゃんのほのかっていう漢字で来たんですよ。なんでや。運営さんにも間違えられてたっていう。そんなことない。でも似てますよね。そう、似てるし、そう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 。そういうね、だからめっちゃこの字見た時、あ、このほのかちゃんの字やったんやって思いました。そんな間違いあるんですね。そう、あって、そう、あれ、自分で合ってんのかなってずっと思ってちょっと不安になっちゃいますよね。こっちのほのかちゃんやったんやなってな。よかったです、合ってて。そう、もしほのかちゃんと合ってなかったら、一体この字はどっから来たんやろってなってたから。七不思議になってますね。そう、よかった。私は誰やろう。でも、9期生の古川雪乃ちゃんと誕生日一緒です。はいはいはい、あ、そうなんですね。そう。だからね、そう、初めて9期生とツーショット撮ったのが古川雪乃ちゃんです。そうなんや。そう、誕生日つながりで、はい、そう、初めてね喋りかけたのもその雪乃ちゃんだったんで、そう、誕生日一緒でよかったなって思いました。なんか9期生と8期って誕生日一緒多いですよね。結構多いですよね。こよりんとヒカルさん。ヒカルも一緒。しかも、コヨリンとヒカルさん、三重県出身で、それも一緒で。そうですよね。うん、それがすごいですよね。あと、名前も。うん、かぶり多い。はい。田中幸乃さんと。みそらちゃん。みそらちゃんと。田中みそらちゃんと古川幸乃ちゃん。はい。あれやね。名字と下の両方ともかぶって。フルネームできちゃうっていう。フルネームでかぶっちゃうっていう。ほのかもかぶって。はい、そうですね。ね、めちゃめちゃ共通点ありまくりの。8期と9期なんでね、はい、もっとね喋っていけたらなと思います。喋りたいです。喋っていきましょう。じゃあ今度ゆまちゃん一緒にご飯行きましょうね。嬉しい。それはずるいんで、私もほのつながりで、行きましょう。ぜひ行ってください。3人で行きましょう。楽しみです、ね、楽しみ。ちょっとまた連絡します。あ、待ってます。連絡先追加します。あ、お願いします。はい、ということで今回はここまでです。このコーナーでは私たちに聞きたいリスナーの皆さんからの質問を募集しています。メールやスマートフォンアプリ FM プラプラ、もしくはツイッターでハッシュタグチャンネル月をつけてお送りください。皆さんからのお便りお待ちしています。 NG ワードを見抜け、チャンネルワードバトル。チャンネルワードバトルのお時間です。指定された NG ワードを言わないようにトークをしていく対戦ゲームです。
参加者は事前に渡された NG ワードが書かれた紙を自分が見えないように目の前に出してください。バトルが開始されたら相手の NG ワードを引き出すように工夫しながら話してください。今回は1対1で行い、もう1人は判定役に回ってもらいます。それぞれ1回ずつ総当たりをして最後に決勝戦を行います。一番ダメだった方にはエンディングの罰ゲームが待っていますので頑張ってください。頑張りましょう。はい、どうですか、罰ゲームちょっと怖いです。ちょっともうねやったことあるのでもう怖いものなしなんで、ちょっとね二人にさせていきたいなと思うのでちょっと頑張ります。怖い、頑張ります。はい、ということで1回戦から始めていきます。1回戦はほのぴー vs ほのさんの対決です。まずは NG ワードを見せてください。はい、それでは準備よろしいでしょうか。トークテーマは休憩時間に行くところでお願いします。ジャンレディワードバトル第1回戦スタート、休憩時間によく行くとこあります？私はでもそうですね、どこ行くやろ、散歩とか一人で行くん？そうですね、なんか私は割と休憩時間にそんな買い食いとかはしないタイプなので、うん、友達っていうかメンバーが出るのについて行ったりとか。ほのさんはどうですか？私でもリハーサルの休憩時間、はい、最後のさ本館レッスン場で、はいはいはい、リハーサルの後は一人で中尾まで行って親子丼買ってきました。休憩時間は行かないですか？でもほぼ行かない。あ、そうなんですね。じゃあ来る途中とかは？来る途中もうあんま行かんかもしれない。そうなんですか？ほのぴーは私は散歩ってどこ行く？でもなんかでも友達っていうかメンバーがコンビニ行くのについて行ったり、みんなで行くんか、コンビニ。そうですね、休憩生は一人で行くのが嫌がるタイプなので。ああ、なるほどね。行かないんですか？コンビニは、あ、でも行くかもしれん。あ、どこが好きですか？どこが好き？私コンビニどこが好きなの？別に好きとかないかもしれない。いや、ありますよ。ある？そこまで。ということで今回は引き分けです。それでは自分の NG ワードを確認してみてください。あ、みんなファミマ。うわ、危な、はい、なるほどね。私危なかった、中期生のみんなとか言ってたらやばかった。誘導されてましたね。あ、一人でファミンタンで行くんやんとか言ったんです。ファミマか、ファミマ。うわ、惜しかったな。ちょっと危ない。好きなコンビニが、好きなコンビニなないからな。どこでも行くから悔しい。では続いては2回戦に移ります。2回戦は西馬対ほのさんの対決です。まずは NG ワードを相手に見せてください。おー、うわー、はい、じゃあそれでは準備はよろしいでしょうか。はい、はい、トークテーマは最近あった嬉しいことでお願いします。ジャンレディワードバトル第2回戦スタート。何嬉しいって思った最近？最近はでもちょっと今度の休みにお母さんとお出かけすることになって、それがすごく嬉しいです。おー、うん、はい、うわー、ちょっと私もちょっとあれ嬉しかった。嬉しい、嬉しいですね。嬉しいですえ、まあでも、はい、相手に NG ワードを見せてください。はい、ママママと嬉しい。なるほどね。ちょっと私が西山に不利なチョイスしすぎたな、ごめん。このゲームめっちゃ弱いかもしれない私。でも、西山がお母さんって言ったのがすごい上手いなと思った、めっちゃ頭絞って考えました。嬉しいって言わんかなと思った。なるほどね、なるほど。なんか私が振りすぎる失敗した。ごめんがね、あれやったね。では続いては3回戦に移ります。3回戦は西馬 vs ほのぴーの対決です。はい、まずは NG ワード相手に見せてください。はい、ではトークテーマは春の
楽しいことで。おお。うわ。それでは、はい、ザネディワードバトル第3回戦スタート。やっぱり、まあでも春の楽しいことといえば、うん、お花見じゃない？まあ私も言おうと思った。うん。え、ホノピーは他にある？いや、お花見が一番かな。ああ。やっぱ公園とか行ってさ、うん、いっぱい緑のやつがバーって。緑な？桜じゃなくて？違う、あのなんか桜もあるけど、うん、その公園の自然な感じ、わかる？その桜だけじゃなくてなんか虫も飛んでたり、うん、あーわかる、何ススキ、あ、え、ススキちょっと秋じゃないそれなんかあのいいよね、なんか緑がいっぱいで、うん、空気が美味しいよね。他になんだろう、春の楽しいこと、春、うん、でもやっぱなんかお花見でお弁当食べたり、うん、ね、レジャーシートを引いて、うん、西馬はレジャーシート引く派ですか？え、引かない派かも。ベンチとかで、うん、ベンチがない場合は、ベンチがない場合は引くかな、うん、あ、そうなんや。でも草の上とかやったら引かんくない？え、引く引く引く、うん、ハンカチとかも引くけど、引く、何がいるかわかんないからということで今回は引き分けです。自分の NG ワード見てください。あ、楽しい。西山は草。やばい。私がめっちゃ緑のやつだけで誘導しようとして。最初レジャーシートかと思った NG ワード。楽しいって危な。なんちょっと、うん、また不利なことしたの。めっちゃ楽しい。でも草ってなんか言わへん、絶対草は。笑うとき難しいな。笑うとき草とか言うタイプ。あ、言います。あ、言いますね、西山は。はい、めっちゃ草ってよく言います。でも西山はあのラジオの時に口のその口調を気にしてたんで言わへんかなと思って。ああ、そういうこと。草とか言ったらどうしようみたいな。はい、そうなんや。若者言葉がとか言って。すごいしっかりしてんな。はい、ということでファイナルバトルです、はい。ファイナルバトルはこの3人での最終決戦となります。まずは NG ワード相手とスタッフさんに見せてください。はい。はい。それでは準備はよろしいでしょうか。トークテーマは欲しいドラえもんの秘密道具でお願いします。ジャンネディワードバトル最終決戦スタート。何やろう。何が欲しいですか。私はやっぱどこでもドア。なあ、定番。やっぱ時間を気にせずどこでも行けるじゃないですか。うん、確かに。それがいいかなって思います。私もしもボックス欲しいかもしれないです。やっぱりもうもしもボックスあればもうどこでもドアも手に入れられちゃうし、あ、もしもなんちゃらかんちゃらみたいなやつか。そう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 。なるほどなるほど。自分はもしもドラえもんが自分の家にいたならって願って、もうドラえもんをね、家に呼び寄せちゃうかもしれない。確かに。でもね、ドラえもんだけいてもね、四次元ポケットがなかったら間違いないな。ね、ほのさんはありますか？うん、もしもボックスはなんだから四次元ポケットでも全然いいかもしれない。なんかみんな実用的なものばっかりですね。アンキパンでも、うん、私そうですね。はい、それでは NG ワード確認しましょう。あ、タイムマシン。待って、私そう、え、うわ、ちょっと私だけめちゃくちゃ不利じゃないですかこれ。やったやん。待って、めちゃくちゃ不利私。でも西山待っても、待ってめっちゃ言います。ということで今回はほのぴーの負けです。わ、それでは最終結果を発表します。私が0負けで、ゆまちゃんが1負け、ほのぴーが一負けということで、今回は西馬とほのぴーの負けです。やっぱ先輩は手強いな。手強いな、やっぱり。怖い怖いとか言わないでください。そう、この後ね、負けてしまった2人にはエンディングで勝者が指定した思い台詞を言ってもらいます。最後までお楽しみに。皆さんからも NG ワードを募集しているので、面白そうなものがあれば送ってください。以上、ジャンネディワードバトルでした。目撃者は誰だ。このコーナー
ーナーではリスナーの皆さんが目撃したメンバーの情報を紹介していきます。さてどこで誰が目撃されたのでしょうか。早速紹介していきましょう。まずはラジオネーム西家のチルト親父さんからの投稿です。目撃メンバーは西山。5月3日の NMB48 リクアワコンサートのひな壇で一人完璧なおたげを披露しているメンバーが、あれは前田玲子ちゃんのおたげかと双眼鏡を覗くと、それは天使のエクボの西山ちゃんではないんでしょうか。天空席でしっかりわからなかったので確認のほどよろしくお願いします。そうなんですか。あ、実はちょっとひな壇で、うん、おたげ、はい、してましたね。めっちゃオタクが出ちゃってた。しかもなんか可愛いのじゃなくてもうがっつり、もうなんかすごかって、はい、どんなん、はい、こういう感じのちょっと手を、なんだろう、体ごと振るみたいなちょっと言葉で表すのは難しいんですけど、うん、はい、そんな感じでひな壇でずっとやってて、普段から、普段っていうか入る前からおたげしてたんですか。そうですね、結構やってて、そうですね、インタビュアーみたいなやつはい、そっか、そんな完璧なおたげでめちゃめちゃ目立ったみたいですね、はい、なんか天空席っていうか、はい、3階席って結構上から見えるから、はいはいはい、めちゃめちゃ上からでも分かるおたげやったってことで、あ、嬉しいですね、うん、すごかったよ西馬は。見たかったですね多分映像に映ってるんちゃいますかね。結構もうなんか体多分筋肉痛になってるんちゃうかなってぐらい全身使っておたげしてて、うん、ちょっと今度やってください。あ、もうこの後もなんならやります。やだ、見たくないよそんなもんでは続いては新潟県にお住まいのラジオネーム豆巻きのめさんからの投稿です。目撃メンバーはほのぴー。 NMB のボスザルこと市田優美さんを中心に9期生メンバーがショールームを配信していたのですが、9期生のセクシー担当は誰ですかというファンのというファンからの書き込みに素早く反応したほのぴーはすかさずカメラの前でセクシーノーサズポーズを披露これにはさすがの石田優美さんも突っ込んでいました。その後も9期生のセクシー担当は令和じゃないっていう優美さんの発言に対しても負けないよと対抗心を燃やしていたほのぴー、果たしてほのぴーのグラビアに需要はあるのでしょうか。ないですよ、需要なんてないですよ。そんなセクシー担当とかあるんですか、9期生可愛い担当とかでも割とみんなキャラがはっきりしてるので、9期生はその坂本玲央ちゃんが、うん、そのちょっとボインみたいな言ったなそれでセクシー担当って言われてるんですけど、うん、私はちょっとセクシー担当はボケな、ボケ担当ボケじゃん、やっぱりボケ担当が過ぎて、うん、その、うん、セクシー担当でセクシーポーズをしてしまうっていう、うん、私のグラビア需要ないと思うんで。いや需要あるんじゃん、うん、やっぱり。いや、ないよ、やっぱスタイルいいから。よくない、うん、よくないです。いや、いいよ、細い、スラッとしてんなって思った。ないんで、あのこの話していいんですか。ちょっと危ういかもしれないでもね、そんな担当とかね、8期なかったから。あ、そうなんですね。割と9期はほんまにキャラ濃い、うん、キャラ濃いな、みんなな、なんかあざとい担当の子もいたり、うん、そのちっちゃい子供担当みたいな、うん、中1のメンバーがいるので、うん、割とね、西山はオタク担当やな。あ、そうな、オタク担当だやと思ってた。やっぱり可愛い担当かなって思うだけ思っとくのただやすいと思うということで、皆さんたくさんの投稿ありがとうございました。さてここからはリスナーに代わり、お互いの目撃情報を打ち明けてもらおうと思います。題して NMB48 の打ち明け話。今回はそれぞれメンバーにまつわるマル秘情報を打ち明けていこうと思います。まず私池穂乃香のマル秘情報から。それは秘密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 のあこちゃん。
リハーサル期間にダンスの先生からなんか前よりイモになったくないって言われました。悪口、めっちゃ悪口、めっちゃ悪口やったあの目の調子がずっと悪くて、はいはいはい、眼鏡をしてね、あ、そうですね、あのリハーサルに参加することが多くて、はい、それであのまあもともとね公演とか見てくださってるダンスの先生からは、はいはい、なんか入ってきた瞬間、え、メンバーじゃなくスタッフさんかと思ったって言われるぐらい、めっちゃひどい悪口、そう、そう、ね、そう言われたし、あの東京から来てくださるダンスの先生さんもいらっしゃるじゃないですか、はいはいはい、その方にもなんか芋っぽくなったよねって言われて、メガネしてたら、そう、それでね、もうね、一回メガネかけてライブ出てみたらいいんちゃうみたいな、受ける人には受けそうやけどなみたいな。確かにメガネの人ってあんまいないですよね。そうですね、メガネキャラ的な。メガネいないですね。うん、そう、全然ね、あのなのでちょっとね、6月には垢抜けていけますって宣言したので、めっちゃ面白い。頑張ります、あと2ヶ月。メガネかけなかったら大丈夫なだけですよね。そうやね、多分そうやね。メガネかけたらね、もう本当にもう誰かわかんない状態になっちゃうのでちょっとね、6月のコンサート期間はメガネをせず、はい、コンタクトでリハーサルいきたいなと思います。はい、はい、続いて西山ちゃんのマル秘情報はこちら。それは秘密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 のあこちゃん。リハーサル中に池ほのかさんに慰めてもらいました。おあったね。はい、ちょっと不毛の土地を満開にっていう曲をやらせていただいたんですけど、うんうん、純喜生と由美さんでね、はい、それが本当にダンスがすごく難しくて、うんうんうん、それであの怪我で休んでいたこともあって、うん、ちょっとみんなよりも出遅れてしまって、それで悔しくてシクシクしてたら、池ほのかさんが慰めに来てくださってもう本当にあの時は救われました。全然何もしてない、はい、なんかね、みんな初めてのコンサートを見たから、はいはい、みんな大変やったよなと思って、ジュンも泣いてたからすごい気持ちわかると思ってもう本当に本当に優しくしてくださって、優しかったね、はい、もうみんな先輩もちょうどその日マイティさんがみんなに吸気性にジュースを買ってたんですよ。そうです。もうそれ心に染みました染みたジュース、はい、エレベーターをさ2階に分かれていったじゃないですか、はいはいはい、2つに分かれて、一つ目の瓶が泣いてない子で、二つ目の瓶が泣いてる子みたいな、はい、みんな泣いてる子がもう歩けエレベーターでみんな泣いてた、みんなめっちゃ泣いてました。続いては西田ほのかちゃんのマル秘情報はこちら。それは秘密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 のあこちゃん。山本美香奈さんがめちゃくちゃ男前やった。これはちょっとあのリハーサル期間ってお弁当を食べるじゃないですか、うん、それで私たちはもう休憩生で一番、まあ、年下っていうかあの、うんうんうん、下なので、その先輩たちがお弁当を取ってから選びに行くみたいな感じなんですけど、うん、その結構その休憩時間の間に食べないといけなかったので、うん、その時間も短いじゃないですか、うん、短い。その時にでも他の先輩方がレッスン場でまた練習してはって、うん、でも私たちもこれ食べな、ちょっと時間もそろそろやばいなってなって、マネージャーさんに聞きに行こうってなって、その前にその他の先輩がもう休憩生取っていいよって言ってくださってたんですけど、ちょっと一応なんか心配やからマネージャーさんに聞きに行こうと思って行ったら、うん、マネージャーさんの横に美香奈さんが座ってはって、うん、それでその弁当取っていいんですかねってマネージャーさんに言ってたら、いいよいいよいいよって言ってくださって、なんかえめっちゃいい人やんってなってでもそのやっぱ心配じゃないですか、ちょっと後でなんか申し訳なくて、でも先輩らまだ踊ってはるしなって言ってたら、食えって言ってくださって、美香奈さんがやばめっちゃ男前やんと思って、男前すぎる、もうありがたく食わせていただきましたそうね、リハーサル期間とかお弁当さ迷うよなって。そうなんですよ、タイミングが、うん、先輩も言ってくださったんですけど、ちょっと申し訳なくて、うん、ね、わかる。そしたら美香奈さんが食えって言ってください、もうそれは食べていいわもうめちゃくちゃありがたかったですね。それはありがたい、うん、メンバーのマル秘情報はいかがでしたか。以上、目撃者は誰だでした。西山です。
この曲は世代交代前夜公演先日のリクエストアワーで披露させていただいた楽曲になっています。9期生にとってもすごく思い入れのある曲になっていきます。 NMB48 チーム N で不毛の土地を満開に。時間です。皆さんいかがでしたか？ NMB48 のジャングルレディオ月曜日教えて NMB48 では私たちに聞いてみたい質問を大募集しています。すべてのお便りの宛先はメールではすべて小文字で jro-mon@esfm.jp またはハッシュタグジャンレディ月をつけてのツイートもお待ちしています。番組ホームページのメッセージからも送れますのでどしどしお送りください。ということでね、そう一番最初に
言っていたほのぴーの西馬のダジャレ、はい、あれ決まりました？はい、決まりました。おお、では早速披露していただきましょう。はい、西馬ってユーマみたいやんな。悪口。ユーマ、未確認生命物体。ちょっとトゲがありますね。もう西馬ちょっとぶっ飛んでる系やからいいかなって。西馬ユーマみたいやんなっていう。これから、うん、使うわ。使ってください。傷つかんといてな。使うけど。あ、もう慣れました。一回な、慣れるの早い。めちゃめちゃ凄すぎるやろ。ということで、そろそろお別れのお時間です。今日は NMB48 研究生で創造の詩人を聞きながらお別れしたいと思います。リクエスト楽曲でこの曲もいただいていまして、先日のリクエストアワーでは見事に32人にランクインし、オリジナルメンバーである石田優美さん、宇野瑞希さんに加えて休憩生の皆さんも歌唱しましたね。当時と現在の研究生が重なる演出に胸が熱くなりました。ゆまちゃん、ほのぴはこの曲を歌ってみてどんな思いを抱きましたか？ラジオネームかおるさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンスの先生がその当時からいらっしゃる方だったので、うん、その、うん、この曲はこういう意味があってみたいな、そのこういう歴史があるっていうのを事前に聞いてたので、すごいその歌詞の意味とかを理解するのが難しかったですね。うん、でも当日はその歌詞の意味をしっかり理解して披露できたんじゃないかなって思ってます。ね、私たちの中の大切な曲にもちょっと入ったなみたいな思い出になりました。はい。火曜日のジャングルレディオはつぼみ大革命の皆さんがお送りしますので、お楽しみに。深夜1時からのリピート放送も聞いてくださいね。それではジャングルレディオ月曜日、お相手は NMB48 の池ほのかと西馬、そして西田ほのかがお送りしました。来週も聞いてくださいね。またね。では最後、ワードバトルの罰ゲームです。負けた西馬ちゃんとほのぴーんの萌えゼリフまで3、2、1。私のハート、鳩のように投げるから受け取ってくれますか？君のハート、ずーれた。恥ずかしい。かわいい。ありがとう。萌えゼリフやったのか分かんないですけど。